お疲れ様ですいわ新選組山本太郎さんの、まあ、学ぶ意欲があれば奨学金はチャラということとかそれからそもそもね大学卒業とか大学院卒みたいなところまで、まあ、20代の前半でしょう全部う卒業してもね順調にいけばここにお金を借りるしかも利息をつけるのおかしいと国のサラ金だって言ってましたねすごくいい表現で学びたいっていう意欲それから将来の不安っていうのを人質に お金を貸してでもね、進学させようとしてるわけですよ。で、お金を借りた人からは、就職しても、10年とかね、ひどい時には20年近くむしり取るわけですよね、利息付きで。そうなってくると、せっかく学んでも、自分のための自己投資ってのが、社会に出てから本当にしなくちゃいけない時にできないわけですよね。まあ、吉田さんも感じてると思いますし、私もそうだったんですけども、社会に出てから、 今まで学校でやったことの中で役に立つことと役に立たないことっていうのがだんだん見えてくるんですよね。その中で社会に出てから学ばないといけない。そのための費用とか時間っていうのがやっぱかかってくるわけですよ。でもそこに奨学金の返済とかがあったり奨学金返済のために副業しなくちゃいけないとかになってくるともうねその20代とか30代から40、50代に向けての新しい自己投資ってもうほとんど不可能になっちゃうんですよね。返済が終わった頃は30代とか40代の。 半ばとかになっちゃってねじゃあこれから将来のために自己投資をしようって言ってもかなり遅れちゃうんですよねだそんな無茶苦茶なことをするのはおかしいしでそのね奨学金によって利息で儲けてるやつがいるとかねでそれっていうのはたい結構高齢の方なんですよねその奨学金の中間団体とか奨学金を貸しますよっていう会社って高齢者で出来上がってるんですよね要するに若者をカモにしてるわけですよ でそういうのがやっぱりね、許せないなと思いますし、どちらかというと、年を取った方は若い方にどんどん道を開いてあげるとかね、見本を見してあげるっていうふうにしないといけないのに、どうやらなりたくない年の取り方の見本ばっかりをしてるんじゃないかなと思うんですよ。で、しまいにはね、少子高齢化って言われて、高齢者が長生きするのはほら結構。でも反比例して、10代、20代、30代の死因の第一位が全部自殺ですよ。どうしてくれるんだということですよ、これ。 それを涼しししいい顔てて見ているお年寄りの方どうでしょうでょかね自分たちが居座った社会に若者がどんどんね自らね死を選んでいくこれは若者が弱いからとかなんですかねわしらの時代はとか言ってまだ息巻くんですかねそうじゃないと古い世代がいつまでもそこにいて蓋をしてるから若者が息苦しくってついには窒息死してしまいあの世に行ってしまうっていうふうな解釈もできるわけですよ。 うん、今その中間にいる私としてはね非常に身につまされるもの思いがしますね、まあ、だからこそ令和新選組山本太郎さんのメッセージをこれからも伝えていかないとなと思いますしそれから山本太郎さんが伝えないメッセージも自分からねこうなんじゃないかなと思うことをやっぱり伝えていかないといけないなと思うわけですよねはいまあどちらにしても山本太郎さん奨学金チャラたった9兆円にできる本当その通りですよねたった9兆円ですよそのの兆円のためには 例えば、社会保険料がね、千円上がっても文句は言いませんよ。どうですかね、皆さん。いってらっしゃい。